メラニー・ティエリーはフランスの女優。出生地はフランスのイブリーヌ・ケンサン・ジェルマン・アン・レイ。幼少よりモデルとして活動。写真家、ピーター・リンドバーグによって撮影されたイタリア版、ボーグ氏をはじめ、アメリカ合衆国版、エルシ・ザ・フェイス氏など様々なファッション雑誌に登場を果たし、さらにエルメス、イブ・サン・ローランでも広告塔として宣念した。しかしながら、 あまた名声を得て活躍していた彼女であったが、自らにおける新たなキャリアを追い求めるため演技の世界へと入った。1999年、イタリアの映画監督、ジュゼッペ・トル・ナトーレの長編映画、海の上のピアニストで、国際的に人々の関心を引きつけた。2007年、ジュリアン・ルク・レルク監督のフランス映画、インストーラーで、アルベール・デュ・ポンテル、マルト・ケラーと共に出演。 重ねて、2008年に公開されたマチュー・カソビッツ、監督の SF アクション映画、バビロン AD では、ビン・ディーゼル、ミシェール・ヨート共演、ハリウッド映画に初進出を果たしている。キャリアと並行して、2002年より、フランスの歌手ラファエルと交際、2008年には、超子ローマが誕生している。フランスで2009年に公開された、 アルコール依存症を描いたフィリップ・ゴドー自身、映画監督として、初の映画作品となった、レ・デル・ニー・ポア・ラ・ルートで、俳優、フランソーはクリュゼと共演、アルコール依存症を克服するためクリュゼと共に、リハビリに励む若者曲がり役を演じた。同映画で、2010年度、セザール・ショー・ユーボー若手女優賞を授与された。ありがとうございます。